ヤガチャガチャンネルは。ちなみにあのさっきの馬車のやつが選ばせてくれてたグレーアウトしてたのがここのザマ、うんうん、なんとか台 なので、そこのマップに入った時点でそこも選べるようになるから随分とまあスキッパーできるようになる。あ、爆弾岩さんだ絶対嫌だと思って避けたわメガンテメガンテバーン嫌いだわバーン。で、ここはどこかな。タロちゃん、なんかバンダナが山賊感出てるね。ねやろうども行くぞ。仲間じゃん。モルゲンとガザルがいるよあ、すごい、なんかいいね。素敵だわ。でさらにやる気ねえなこいつら。抜けちゃって平気だったり。あ、待って、やる気ねえなこいつら、見てた。ふてぶてしい座り方してんな。なんか宿屋とかあれば MP ないんで泊まりたいですけど。あ、あるんじゃね、右側に。ありましたわ、うん、神父だ。ここにある。こんにちは。俺は宿屋で行かなくていいように殴り続けてたから。 あ、なるほどね。待ってるわ。さあ、すごい山、素敵。あ、これすごいな。ね、おっと、転がってらっしゃるゴロゴロですわ。ここら辺の風景はさすがにもう覚えてないから。わーい。だあれなんだよね、あの細かいさ宣伝になっちゃうけどさ、宣伝、あの夏頃にドラクエ10オフラインが発売するんですよね、スイッチとかで。あ、ええ。それだとこの世界どうやって描かれるんだろうみたいなのはすごいワクワクしてる。それはプラットフォームは何なんですか。スイッチとプレステ4、あとパソコン。あ、はいはい。そう、要はあれなんですよね、あのサポート仲間とかのオンラインの要素が全て排除されて、オフラインで遊べるようになってるんだけど、それクリアすると最後に秘密の、あの、何、復活の呪文が教えてもらえて、はい、それ入れてキャラ作るとバージョン1が終わった状態でレベル80だからのキャラクターがいきなりもらえるっていう。要はオフラインでクリアしたもんね、ここはっていう。なるほどなるほど。オフラインバージョン1しかないから。そう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 。あー、そっかそっか。で、それからなんか半年後かけてとかでバージョン2とかなんかどんどん出してくらしい。うわー、追いかけて。ただ、その情報が出たあたりから、なんか我々オンラインの民は、え、サービス終わるんじゃないんですか、大丈夫ですかっていう風にちょっと不安になっているというのもまた事実。なるほどなるほど。いや、大丈夫です、あれは別、大丈夫、続く続く。そう、あの我々今後ともあの家具に課金をしていくので、どうかスクエニさんよろしくお願いします。理解した。あのガープランドまで行ったら違う街に移動でもいいかもしれないですね。どういうキーエンブレムのクエストの中でも相当難易度高いらしいです。あ、なるほど。だってあの何、そう、水上レベル30から40。ちっちゃい町を先に取った方がいいんじゃないの。そうだね、だからここまでやっぱす、あ、一回ガートランドまで行って、ガートランドまで行ってルーラストーンの条件満たした状態にして、うん、で、ルーラストーンの条件満たした状態で、あれかな、トモさんが電車に乗るところで今日終わりでいいんじゃないかな。うん、電車に乗る。そう、だから次トモさんあれですよ、あのどこの町に行くかをトモさんに選んでもらいたいなと思っていて、はい、ドワーフ、エルフ、ウエディ、プクリポっているんだけど、そのどれかの大陸。ドワーフ。おお。うわーん、なんかその石畳がどうって言ってたんで。ドワーフいいよね、面白いよ。うん、ドワーフ行こうみたいな。ちなみにあのこれトモさんに数年前にあったドラクエ事件簿みたいな話をすると、はい、ドラゴンクエスト大好き芸人っていうのアメトークでやったんですよ。あ、知ってます。で、ドラゴンクエスト10をケンコバとかがやってるっちゅうのがあって、はいはい、実は家とかもコーディネートできるんですよっていうのをやってたんですよ、うん、の時にそのケンコバの画面を映すのはいいんだけど、うん、住所が出てるまんまやっちゃって、配信を。おお、そう、バレちゃった。そう、それでケンコバのキャラクターの名前とか住所とかが全部バレちゃったっていうのが過去に。なるほど。ケンコバ引っ越したんだっけ。そう、引っ、うん、なんかあれに関してはなんかドラクエ10ユーザーからテレビ朝日が叩かれるっていう。へー、なんかアストルディアの生活脅かすなよみたいな感じで。へーちょっと笑ったけどね。そう、ちょっと笑ったけどね。なんか面白くなんか話してたから。あとはね、あのドラゴンクエスト、あ、やべ、おー、死んどるじゃん、あいつ。 まだ来る場所じゃねえんだなあいつ、死んどるで。いや、さっき調べたら強そうって書いてあったもん。ぶっちゃ、これもうアダラと逃げた方がいいな、マジで。うん、こわっ。ちょっと街入った、電車乗って帰ろう。はい、
オッケー、ナイス。怖え。うわ怖え。こちら。そう、外側から行きましょう。走った先にいたわ。さすがに俺もこれついてくはやめるわ。うん。怖い。せっかくトモさんが避けたのに俺がダメージ食らうっていう謎の拾いが発生するのよくない。すまんすまんすまん。ギリギリを攻めてしまった。橋ここか。で、ここ渡るか。そう。俺ね、めんどくさがり屋だから、こういうのマジあれだから、戦闘しない場所走るの超得意だから。なんかかっこいいこと言ってるようで全然そうでもね。ね、逃げるのうまい、すごいな。これも生きる力かな。敵と向き合いたくねえんだ。向き合わずに生きてきた。俺のこと舐めんじゃねえぞ。おい、ガートランドと戦争しなくてよかったって、これだけの規模だったら、ね、ガートランドと戦闘したらクレーン勝てねえだろって思うな。やべえよな、クレーンすぐ終わるで。ガートランド城はちょっと俺もね、マップあんま覚えてない。なんかすごい、なんかすごいあれだった、すごい全然伝わんねえ。なんか本当に城下町って感じ、なんかすごい。待って、ちなみにこのオリギはどこまで行けんの。懐かしい、オリギ。あー、ギルダット以外全部行ける。あー、たどり着いた、ゴール。大変だった、おめでとう。デルラストン買えるかいって言われるから変えとこーっと、ちょっと変えとこう、変えとこーっと。ああ、そうだ、上下にあるんだよねここね。そう、ちなみにトモさん、ここ広すぎてね、真ん中に旅の扉があるぐらい。あ、ほんとだ、向こうにビュンできる。そうそうそう、たったったった、めっちゃ踊ってる人いる。あら、シンディさんでは。あら、シンディ可愛いじゃない、しゃべる。タランダ、タランダ。あ、それそれ、あの、そう、あのトモさんセリフやって。タランラタランラトントントン。あら、私にはご用かしら。悪いけど仕事の話なら事務所を通してね。それとも私の踊りがお気に召したのかしら。嬉しいわ、いくらでも見てってね。タランラタランラトントントン。罰ゲームみたいなセリフだった。みんな行っちゃったんだけど。何、みんなまだタランラしてんの。あ、かわいいね。踊ってたわ。見てよ、うわうわうわ、可愛くないノール。うわ、笑顔すごかった。で、で、まだタロちゃんこれあれ電車乗れないよね、確かね。え？電車って乗れないよね。あ、乗るも何も電車は出るのか、こっちには。え？あ？え？絶対待つぞ。そしたらタロちゃん、はい。後でまた、要はここには来ることになるので。はい、一回これをどうしようかな。グレンに帰る。誰かタロちゃんルーラストーン登録しといてよ。どこに？あのガートランド、この下。グレン帰ろう。あ、だからルーラストーン登録しといてよ。ここに？うん、またここまで来なきゃいけないじゃん。待っていて。かわいい、かわいいな。どこだ、こっちか。そうそうそう、あ、右側から入る。そう、そっちの左側のところから。違う、もうちょっとその壁沿いにあるところにドアあるから。ああ、はいはいはい。うん、俺も、ま、お前マップだけ見てお前と喋ってるわ。ピュージャさんって旅芸人は子供好きだな。いつもどこから帰ってきてこの広場の手伝いを見せてくれるんだ。内緒で話しかけたのに。そんな拾われると思ってなくてびっくりしちゃった。した？今やってる。遅い。今、なんだよ。喧嘩すな。プクリポだ。パデル。これだから男は。かわいい。どこにいる？このアトランドのグラズナ様は時折北のグレン城に有効な証として贈り物をしてるんだって。先月も大きに使えるパラディン部隊が輸送がおいしいチュッパチュッパチで、トモさん、またルー、はい、で、一回これでタロちゃんがガートランドのルーラストーン持ってくれたので、はい、あの、トモさんのルーラストーンでグレン城下町に帰る。グレン城下町に帰る。バイン、ドバン。あの、この物語はちょっとこの電車が結構噛んでくるので、電車のとこね。冒険ゼミ会員ベスノ、かわいいですね。あ、かわいいね。ごきげんよう、私は冒険者ゼミナリ略して冒険ゼミの会員でございます。やばい、試験解除に送られる。やばい、嘘。え、
あ、でもキャンセルすればその優美にして洗礼された佇まい、私には分かります。あなた様キーエンブレムを一つ以上お持ちですね。お待ちしておりましたよ。はあ、冒険ゼミは冒険者の皆様に旅の基礎となる知識を身につけていただく冒険者ライフ充実のための組織でございます。賑やかしやめろあなた様は冒険ゼミの会員になるための資格をお持ちのようです。会員になれば今後の冒険者ライフはバラ色。ほう、お金もがっぽり、強さもめきめき、お友達はいっぱい、異性にもモテモテ、そんな冒険ゼミの会員になってみませんか。うっさんくそ。まあ今はやめるで後でいいんじゃないかな。うちでもね、いらしてください。バイ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 バーバ。ちなみにね、電車の、うん、あのこれ、この人ぜひともね、この人のシャツをね、アップで見てほしい。 T シャツ見てあげてほしい。はっ話しかけてあげてほしい。ちょっと撮影ズームってどうやってんだっけ。えっと LBLT、3人スリーショット以上です。はい、マイラー仲間の情報によればそろそろこの駅に現れるはずなんだけど、誰を待ってるのかって同志の死ではない、君におっしゃることはできんな。誰待ってるのか分かりすぎるんだよな。9時宿、そう、9時がね、たまにね、イベントというかであってね、なんかくじ引きがね、できるようになってるっていう。あ、でもあれか、もう今ハッピーくじ、今は何も開催しておりませんね。だよね。うん、なんか年末とかそういう時に、そうで、これあの、なんだろう、本当にあの、万が一当たると人生壊れるぐらいの金が本当にあの、当たる可能性がある、ね。宝くじ、そう、あの本当にね、この宝くじすごくてやばいやつ当たっちゃうと、うん、レベリング楽しいねって言ってた人が、うん、金でレベルは変えるよっていうぐらい生活変わっちゃうぐらいお金もらえる。やだよ現実と一緒。やだよ。でまあ経緯に話すと、はい、じゃああるじゃん。大陸間鉄道公社へようこそ。お、初めてのお客様ですね。では大陸間鉄道パスを拝見いたします。こちらです。友は見た。はい、確かに拝見いたしました。列車第一の箱舟をご利用いただきます。へぇ、第一の箱舟に乗れば目的地まであっという間に行けます。しかも料金はどこに行っても同じです。素晴らしい。ただし大きな国の駅は特別な一部の方のみがご利用いただけます。もういただきましょうってんですです。さて、ね、さあどちらに行きますかっていうところで、じゃあ今回、ドワーフのところに行きたいと思うので、ガクトガタラ駅に移動しましょうか。しましょう。はい、お願いします。よーし、良い旅路を。あ、すごーい、文明取り機、シュポポシュポポ。もう着いたって言われたら笑顔も。そういうとこあるよね。そういうとこやな。おお、イケメンだ。着いちゃったわ。こちらへいらっしゃいな。素敵ね、あなた。お座り。お主どうやら一度死んで生き返しを受けたもの、すなわち生き返りストのようじゃな。生き返りのものの方がかっこよかったな。生き返りスト。図星かね、なんでそんなことがわかるのかと聞きたいようじゃな。お前も賢者か。何じゃ。かわいい。わしの名は放浪の賢者、放浪。お前名前。このアストルティアに知らぬことなしと歌われる賢者の中の賢者じゃよ。やべえ、知らなかったわ。わしの眼中にかかればお主が生き返りストかどうかなど一目瞭然というわけじゃ。なるほどな。生き返りスト。さて、こちらが名乗ったんだからお主も名乗るのが礼儀じゃろ。まずは名前を聞かせてもらおうかな。トモです。もらおうかね。はあ、トモというのか。いかにもエテーネのためらしいプリミティブかつエレガントな名前じゃんな。そうなんだ。そう、お主のふるさとエテーネの村は冥王ネルゲルの手で封印されし大地、レンダーシアの真ん中に位置しておる。うん、そして勇者覚醒の光が放たれたのもレンダーシア。そう、お主は彼の地を目指さねばならぬのじゃ。なるほどな。そのためには何をすべきか教えてやってもいいのじゃが、時にお主いくつ集めたんじゃ。何、そんなに話してる。まあ言葉足らず言われたようじゃな。すまんすまん。わしが聞きたいのはキーエンブレムの数じゃ。それを聞けばお主の実力と活躍のほどがどれくらいのものかわかるからの。1個です。なんとそれだけか。これは先が思いやられるの。今
からだもん。仕方ないじゃん。しくっとけ。カカカカ。早っ。まあそれしかないのなら仕方ない。これから頑張れば良いのじゃからな。今はただキーエンブレム集めるのじゃ。はい。お主の実力が頼りに足りると判断したとき、レンダーシアの封印を解くための方法を教えちゃおう。ありがとうな。教えちゃおう。次はガクとガタラガタラ。車両とホームの間が広くなっております。足元にも気をつけてお降りください。はい。うん、もう着いたのか。この大地の箱舟という乗り物は実に全く便利な世の中に乗ったもんじゃ。なったもんじゃ。なったもんじゃの。はい、ガクトガタラ駅では名物のガタラの豚まんを買うんじゃった。これのんびりしておれ。いいな、豚まん食べたい。食べたいな。バイバイ、またね。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。あ、決め台詞だった。決め台詞。その時までせいぜいキーエンブレも集めておくのじゃぞ。おーい。キーもドワーフだ。そう、かわいいでー。サイズがね、いいね。ムスッとしてるね。ちょっとね、ポチャポチャ。ガクトガタラ駅に到着というわけで、これで、ね、出ていただいて OK でございます。あのね、私が出てくるまでね、あの読むのに忙しくてね、あの今すごい連打してるからちょっと時間かかるから先出てていいよ。ねえ、はい。で、もうあれですね。あ、ちなみに悩ましいね。ガートランドルーラーストーン登録してるから別に変更してもいいんじゃないかな。うん、はい。そう、ここがねガタラという町ですね。結構あの、ね、雰囲気自体がねガラッと変わる。大陸が変わると文明が違うから、なんか遺跡感があって好きじゃないです。あ、異常ですね。あ、遺跡感ある。ガタラは遺跡が、あの、たくさん。ゲロゲロ。じゃあ、あなたは嫌いな場所です。あー、来ちゃったなー。さっさと終わらせような。先に終わらしとくってこともね。そう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 。そうだね。あ、まあ、うん。ヤガモン町で。それ、上のところの出るとね、広場に着くから、なんかそこら辺とか見てるといいかも。ウキウキ、行きたくねーな。出てきてーって。あ、でも町にはそんなに。ね。そうそう。基本的に石造りになってるって感じなぐらい。うん、なんか進んだぞ。なんか進んだな。新しく街に来たから。あ、そんなのあったっけ。猫が走る、猫が走るカットインが。どうやら本当にこの街にはキーベンブレくれるものがいないようだな。うん、それに あのガラクタ城に住むダストン氏はキーエンブレも譲ってくれるような人物じゃなかったしね。あー、仕方がない。他の街で名を挙げるとするか。なるほど。なんか今横切りましたよ。何かが。あ、今よーく見てないと多分気づかなかったと思うけど、今二人がいなくなったじゃん。うん。二人がいなくなった瞬間にね、あそこのなんか家に向かってちょっとちっちゃい姿がバババババって走ってるっていうアニメーションが一瞬ありましたっていう。嘘、気づかなかった。気づかなかった。嘘だろお前は。で、で今来たのがガタラ。で、このガタラってところにはさっきのちょっとお話があったけど、そのダストンっていう、うんうん、人がおるらしく、っていう感じになってますと。で、ここの推奨レベルがだいたい30なので、18から30なので、まあ多分苦戦することなくいけるかなって感じですと、うんうんうん、っていうところだね。どうする？今ここの家の中入っちゃうとガタラのクエストが始まってしまって次の物語が始まってしまうけど、やめよう。 OK というわけでございまして、そんな感じです。はい。いや、でもなんか結構今回は進んだんじゃないかしら。なんか戦ったな。ねえ、だし物語的にもキーエンブレムが1個ゲットできたわけだし、あとタロちゃんがついに画面に参戦するようになった。そうだね。そう、もともとね、タロちゃん画面にいなかったからね。そう、今回からの参加、可愛らしかったですね。素晴らしいです。ねえ、じゃあそこら辺で終わっときましょうか。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあテープチェンジでまた次回でお会いしましょう。お疲れさんでした。騒がしいな。あ、いた。あれ、なんか、どうした？人が。あ、違う。別の人間じゃん、やっぱり。メインがこれか。メインこれだって。部活何中？裁縫部やってる、裁縫部。裁縫部？うん。インドアじゃん。すげえ、なにこれ、ちっちゃい、なにこれ、何？あ、これね、なんかついてくるの。
魔勇者？え、お顔見して。あ、かわいいね。あれ、今フレンドになった？なった、ありがとう。お人形かな？お父さんもフレンド、フレンド、え、あ、体験版でフレンドになれるの？なれるんじゃねえの？あ、誘いました、フレンドに。これどうするんでしたっけ？メニュー開いて、メニュー開いて、あ、ぺちゃぺちゃ、メニュー開いて返事する。そうそう、返事をする。右上に緑のドラッキーがいるときはメニュー、はい、あ、本当だ、Y って書いてある。どうしようかな、うん、ごめんなさい。あ、うるせえよ。で、うるせえよって言われんので、あの、タロちゃんのやつやってあげてないから大丈夫です、もったタロとフレンドになりました。え、じゃあ、おい、ちょ、待ってよ、もう一回やれよ。あ、もう一回言ってるらしいよ、もう一個ヤガミンから。だから、だから、ここでやろう。もう一回メニュー開いて、俺のやつまだ受けてないじゃん。ごめんなさい。何お前ら二人だけで繋がって、なんかフレンド気分味わってんの、チクショコの野郎。違う、今の、前回のやつかなと思って。でも男子焦らないで。ごめんね、男子焦らないで。というわけで、今日はちょっと私メインキャラです。はーい、いやー。で、何、なんかどっかにイベントがあるって？こっちでーす。ああ、はーい。イベントはね、さすがに、俺も。ちなみにね、このイベントのキャラクターあれだよね、なんか、歴代のキャラクター出たりするから、ファンサービスだったり、あと BGM とかもファンサがあったりするから、なんかイベントはイベントで楽しいんだよ。あ、そうなの？そう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 。ぴょんぴょんぴょん。今まだずっとドラクエ10の音楽ばっかだ。なんだっけ、なんだって。はーい。あー、でさ、そもそもその前にあれしよっか、宿屋行こうか。あ、行きま、あ、ベラだ。コンシェルジュ、コンシェルジュ、コンシェルジュ。これクエスト受けるってやった瞬間すっ飛ばされるから気をつけて。あれ、メインキャラでもうやったんでしょ？やった。俺は収録でやるかなと思ってね、置いといたのよ。ほんと？そう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 。でも、ね、結局2キャラいるから、ほら、2回やらなきゃいけないからやっちゃったわ。あ、俺あれだから、ヤガムンはなんだろう、いつかお別れすると思ってるから。何それ、何だよ。あの、会う人いないの？青い人いなくなるかも。この人？そうだね。この人かな？旅コン。で、コンシェルジュのクエストが終わってれば、あ、そうだね。アルトルニウムを持ってるから、アストルニウムを持ってるから、渡してやれば。はい、イェーイ。イェーイ。イェーイ。デジェネラルマネージャーより預かってる言葉をお聞きください。はーい。アストルニウムを手に入れるほどの力、私深く感服いたしましたわ。あ、見てなかった、これか。ジェネラルマネージャーの名において、トモ様に世界宿屋協会提供旅のコンシェルジュの利用を許可いたします。いたします。どしどし旅のコンシェルジュをご利用になり、バシバシ冒険の役に立ててくださいまし。バシバシ。それでは今後とも当協会を引き立てくださいますよう、よろしくお願いいたしますわ。かしこ。以上です。これで登録が完了いたしました。はい、おめでとうございます。ウルベア金貨売るといいお金。換金する。そうそう。で、経験値も入るね。なるほどな、見えない。で、これで、コンシェルジュが使えるようになるんだけど、うん、早速ちょっとやっていきましょう。でね、まあな、ジェネラルマネージャーがなんか持ってくってさ。はーい。で、もう一回話して。はーい。で、元気チャージ交換。はーい。で、これがちょっと、まあ、簡単にだけ説明させていただくと、はい、上から5つありますと。はい。で、この元気チャージっていうのがやってない時間を計算されてる仕組みになっていて、はい。で、最大が440時間、つまり今キャップっすね。はい。で、バババってお話ししていくと、元気玉っていうのが30分間経験値が2倍になるアイテム。はい。小元気玉っていうのが10分間。はい。超元気っていうのが仲間全員30分。はい。なんでよくあるのは、超元気今回俺負担するからどこどこ付き合ってよみたいなのが多いね。うんうん。で、メタル迷宮招待券っていうのが、それもさらにズバ抜けた、3分4分ぐらいでだいたい30万から60万ぐらい経験値が入っちゃうっていう、とんでもないダンジョンに入るための入室券。はい。で、ゼルマーの正門っていうのは、タロちゃん多分ピントも来ないと思うんだけど。ああ、来ない。これはなんかドロップでも手に入るアイテムで、うん。なんか、特殊なダンジョンに行くための入場券。特殊というのは？ですね、狙った装備品が手に入るかもしれないダンジョンに行けるっていう。
あの装備品を整える上で、結構あのいいコンテンツであるあの男女に行くためのアイテムなんだけど、これは正直ドロップでも手に入るので、なるほど。正直な話、ベターオブベターはメタル迷宮症体験なんだけど、はい、もうちょっと行くとさらにちょっとアイテムで錬金がマッチの手に入るようになって、アイテムをボタンにさらにいいアイテムを作れるようになるんですよ。はい。でメタル迷宮ペア召体験っていうアイテムに進化させることができるようになっていて、ほう、誰かと2人で行けるようになる。あ、これはじゃあソロなんですね。これはソロ、完全ソロで、メタル迷宮圏っていうのはそもそももうパーティー4人では行けない場所で、ペア召体験なら2人、シングルなら1枚、うんうん、でまあ原則として超元気を初心者にこびる上級者はいないはずなので、うん、元気玉とメタル迷宮券、例えば自分だったらメタル迷宮券1枚もらって、あとは残り元気玉20個買えようかなとか、そんな感じで交換するって感じ。メタル迷宮2枚でもいいんですか？もちろん。じゃあせっかくなんで、そうあのね、残りのダンジョンゴミクズかと思うぐらい一気に多分レベル上がると思うあ、ダメだって。あ、なるほど、体験版だといけないんだ。ダメだよ。じゃあ元気玉をとりあえず、ああぶっぱしような。待てよ、とりあえず10個ぐらいでいいんじゃない？あ、10個、うん、202時間余らしとけばいいんじゃないか、220時間余らしとけばいいんじゃないかな。はーい。さあ元気タイム。そう、元気タイム、しけてやんの、しけてやんのいいじゃねえかな。おしまいだ。そうで、このコンシェルジュっていうのは他のクエストもいろいろクリアしたりすると、さらに機能が増えるようになっているので、はい、カジノに行くためのチケットがもらえたりとかね。カジノめっちゃ行きてんだけど。あ、カジノね、みんなが思ってるカジノのゲームは大体遊べる。マジ？だ、スロットマシンしかり、ポーカー、スロットぐらいしか。そう、スロットとかスライムレースとか。あ、そっか、今までの、そうそう、ドラクエの歴史はあるよね。ベラだ。ベラやっぱ透けてんだ、見えてんだ、嬉しい。